次へ応援をよろしくお願いします。上がることが至上命題というか、そんな感じなんで、上がらなきゃいけないの方が僕は近くて、若干じゃプレッシャーみたいなところが、プレッシャーの方がこっちを楽しんでる、まあ、どうなんかなくらいの本当2026年の新リーグに向けてちゃんとそのカテゴリーにこのクラブがあるっていうところに持っていくのが自分のミッションだと思ってるんで、I mean, the veterans have a responsibility to give guidance, share their knowledge, also set a good example by the way that they come out and play and ensure that they're, and then they can help with the younger players in...やばい、鼻引きからのこれやばいそんなキャラじゃないでしょ俺まあなんか今までそういうことをやってきたので、僕は似たようなことを新規チームをこう上げるというか、まあ一からのスタートっていう意味でなんかまあ一つ締めかなっていう思いだったんで、そういった意味では受けた瞬間に、ああもうこういう生き方なんだろうなっていうのは自分の中でありました。まあ、ちょっと後悔があったんですよね、まあ、当時 BJ リーグっていう福岡は BJ リーグっていうリーグにいたんですけど、その時にまあ財政難とかいろいろあって、僕はまあ JB でぬくぬくと企業チームでやってて、みんな署名活動とかやってて、僕は何もしなかったんです。やっぱそこの中で心残りがあって、地元のために何も還元してないという矢先にまあ B3 っていうカテゴリーに落ちて、でオファーが来たんで、あもうここしかないと、自分しかできない仕事だなって。やっぱ注目度がじゃあ B1 に集まるんだったら B3 から B1 に上がって殴り込んだ方が B リーグ的にも面白いですし、僕はその自信がありましたし、格差社会みたいな感じになって、格差チームによって格差が出て、お金があるチームないチーム、強いチーム弱いチームってなった途端に、なんか僕はそこまで魅力がを感じなかったんですよ。それに対して B2B3 で一つのことの目標に対して目標達成するということの方が魅力がある、 B1 に上げるって言ったら B1 に上げるし、それが僕は自分のタスクだと思ってるんで、そういった意味でちゃんとそれを成し遂げれるチームと自分を必要としてくれるチームにしか興味がないっていうところですね。仕事としてやってるんで、はい。結局忘れられますよね、人って。そんなもんだと思いますよ、僕は。どんなにすごい結果を残してもやっぱ忘れられますよ。スポーツ選手に対して僕あまりいい思いを持ってないです。自分がバカにされてたからっていう経験もあるんですよ。結構反骨心あったんですよ。大会スイス、スポーツスイス、なんか高潔、全然何それ、差別用語じゃんみたいな感じの捉え方、どっちかっていうと。そんな言われてる時点でもスポーツ選手でイコールバカって言われてるんですよ。やっぱそれ悔しくないですか。スポーツ選手そんなことじゃないですよ。もう周りを逆になんか自分が会社入る時に、いやじゃ あと入れてやるよじゃなくて、いやもう入ってくださいって言われる存在にならなきゃいけないと思うんですよ、スポーツ選手って。それぐらいの価値を見出さないとやっぱり悔しいです、自分もそうだし。
やっぱり新規チームのうまくいかなささってやばいんですよ。ストレスというか、まあ、それは当たり前なんですけど、なぜかというとプライドを捨てれないですよね。俺は B1 だから、俺は代表だからっていうプライドがやっぱり邪魔するんですよ。背景があるんで、それはいいと思うんですけど、そこをどうやってうまく壊すかっていうところは、僕はこのチームに来てもああそうだろうなっていうのは感じました。最初僕もプライド高くいきましたよ、B 戦の時に。でこんなチームに負けるんだ、人生でこんなチームに負けることあるんだっていうことがやっぱ起きるわけですよ。でもチームスポーツでそんな絶対はないですよ。 B3 にもすごい上手い選手もいますし、熟練されたチームもあったんですよ。本当昇格するチームってやっぱり一体感ですよね。結局フロントと選手、ここがお互いのためにやるんですよ。選手はフロントのため、こんだけ、環境を用意してくれて、こんだけいい、いい施設でやらせてもらってるっていう、もう僕らが優勝するじゃなくて彼らを優勝させてあげる。で逆にフロントは選手が優勝するために私たちはどんなことができるのかって、お互いのことを考えて、その相乗効果が一番の一体感になると思うんですよね。やっぱそこをどうやって生み出すか、そこが一体感を持って、充実を持ってやれば必ず B1 昇格、B2 昇格で一つの目標を達成するっていう意味では要素になるんですよね、一番大きい。もちろん家族もその B1 で戦う姿を見たいっていうのもあったりとかしてて、自分の選択肢の中にも B1 以外に行くっていう選択肢がそもそももうないかったんで、いろいろなことに挑戦してますよ。自分がこのクラブに入った意味というか、そこと向き合いながら、はい、日々いろんなところで戦ってます。まあ、なんでかっていうと、その2026年の、新リーグができるっていうところで、まあ、間違いなくビジョンがあるクラブだなっていうのは話を聞いてて思いましたし、言ったら選手がなんていうんですかね、こう決まる前からある程度スポンサーの数がこれぐらいあってとか、じゃあ今スポンサーの数がこの時点であった時に、じゃあ B1 のこの辺の位置にいますよねとか、自分がここのクラブに入って、そのバスケットボールとかクラブ側のその土台作りにの中心になってやっていったら、もっとこうフロント側と面白くできるんじゃないかなってイメージも湧いたんで、はい。あれですか、しんどいっすよ。しんどいっすか。しんどいっす。競輪したことないし。何が一番しんどいですか。自分が言ったことを理解してるのかしてないのかがわからない。リアクションがあんまりなかったりとか。それはなんでなんですかね。なんでなんですかねっていうのを日々考えてます。いやー難しいですよ、やっぱり、はい、いきなりその僕も例えば川崎で優勝を味わって、そのレベルに急にみんながなれるかって言ったら、実際その普段の練習とか普段彼らが何をやってるかとか見てるわけじゃないんで、僕が言葉でいくら言ったとしても、まあ、理解してもらえなかったりとか、まずそのもの向き合うことにたどり着かないというか、だから難しいですねそこは、はい。周りからはこう B3 だけど B1、B2 でプレーしてたメンバーが来てるから強いよねとは言われてると思うんですけど、でもじゃあ実際にそのメンバーの中で
B1 で結果を残した選手が何人いるのか、 B2 で本当にどのクラブも欲しがられるような選手が何人いたのかとか、自分の B リーグ始まって過去スタッツがどれぐらい残せたのかとか、どのカテゴリーでも結果を出さないといけないのがプロなんで、試合に出てチームを勝たせてなんぼだと思いますし、逆に言ったらそれをできないと評価はされないと思いますし、何としても活躍するとかっていうのは正直もっともっと必要なんじゃないかなとは思いますね。最低限そこに立てるってことは良かったなと思います。そうですね、まあ2位っていう結果が全てなんじゃないかなと。本当2位っていうね結果は誰も褒めてくれませんからね、これから。はい、まあこれ本当戒めと思ってやらないと、やっぱ難しいっていうのはもちろん分かってるんですけど、難しいをどうやってチームに向き合うかですよね。ポジティブだけがポジティブなの、ネガティブなことに向き合わないことがポジティブなのというところがやっぱり、まあ、昨日の試合にしろ、この今までレギュラー戦で負けた試合にしろ、やっぱり出てきた答えだと思うので、そこを突き詰めなければ僕は勝てないと思います。やっぱりまあ日々一緒にプレーしている先輩方がやっぱりすごいレベル高い方々なので、そこでやってる時っていうのはやっぱり自分がどうしてもやっぱりこうダメなところがいっぱい見えてくる中で、やっぱり他のチームとやった時に少しでもこう自分の前からエネルギー出してディフェンスしたりとかっていうところで少しでもチームにはいい影響を与えられたのかなっていうふうに思います。まあ今日のハーフタイムでも言ったんですけど、やっぱり自身からこう何かを発信するとか行動するっていうことをしないと、まあ、絶対に成長できないんで、それがまあミスであろうか、まあ、そういったところの厳しさっていうのをこう学生から上がってとか、まあ、1年チームでやってこのクラブに来た選手とかは、まあ、もっと自覚しなきゃいけないなというのは正直思ってるんですけど、まあ、ただ今日の後半そういったところをプレーで見せてくれたので、そこはまあ、彼らは一つ乗り越えられたのかなとは思います。一発勝負でもし、まあ、負けてしまうと、まあ、1年が無駄になってしまうので、はい、まあ、やっぱりそのうちのクラブのオーナーなり GM なりフロントスタッフなりの期待を、まあ、スポンサーさんもそうですけど、まあ、背負ってそれを乗り越えて B2 に行かなきゃいけないと思ってるので、まあ、最後までしっかり引っ張って、まあ、勝ちに導きたいと思ってます。まあ本当文句なしの一戦になるじゃないですか。勝った方が強い、負けた方が P3 の方だっていう、はい、すごいシンプルなルールだと思います。